エレオノーレ・ソフィア・マリア・ベステンホルツは、ドイツの作曲家、歌手、音楽教師、教会のオルガン奏者であった父のもと、ドイツのノイブランデンブルクに生まれる。10歳の時にメクレンブルク・シュベリーン広告のルート・ビヒ、王子に招かれ、ピアノと声楽を習い始め、16歳の時には、広告の宮廷音楽家となった。18歳の時に、 広告の宮廷学長であったベステン・ホールツと結婚し、8時を設けている。この頃には作曲家、ピアニスト、歌手以外にも音楽教師、グラスハーモニカ奏者として活躍し、ベルリン・ライプツヒロストック等で演奏旅行も行っている。1780年代には、特に歌曲作品とグラスハーモニカによる超絶技巧作品が賞賛を受け、 巧妙な音楽家として評価されていた。また、モーツァルトの作品を好み、自身のコンサートでも自作曲と合わせて演奏していた。1789年に学長の夫が亡くなり、さらにその3年後に夫の公認であった学長が相次いで亡くなると、彼女は宮廷の指導者的な立場になり、宮廷楽団の引きぶりも行うようになった。 その後20年以上宮廷で働き、1821年に年金を約束された上で退職したが、その後も1838年に亡くなるまで歌手として活躍した。ありがとうございます。